ピーター・グレーアムは、スコットランド出身の、イギリスの作曲家。吹奏楽や、ブラスバンドなどのための作曲活動で知られる。1958年、旧西軍バンドマスターの父と、ピアニストの母の間に生まれる。幼少期から、旧西軍に参加して、コルネットを学ぶ。エディンバラ大学で作曲を専攻。ロンドン大学で、エドワード・グレグソンに指示し、卒業してからは、 旧制群でミュージックエディターとして活躍。現在では作曲家として広く活動するほか、猿、フォード大学でも教弁をとっている。2002年、ハリソンの夢でオストールド賞を受賞した。名前の読みは、日本語ではグラハムとされる場合があるが、そもそも英米人名としては一般にグレイアムもしくはグレイアムが本来の発音に近い表記であり、実際に 日本の吹奏楽関係者にグレアム本人が語ったところによるとそのように表記できるとのことである。2008年6月1日、自身2回目の来日時に全日本学生吹奏楽連盟主催の大学バンドフェアで自作を指揮しており、これが日本での指揮者デビューとなった。吹奏楽編成の作品はまず金管バンド編成のために書かれ、それから編曲されることが多い。 あとにが付されている作品は金管バンド編成。あとにが付されている作品は吹奏楽編成の作品である。ありがとうございます。